どんぐり FM。 どうも、夏目くです。どうも、なるみです。前に音質とか難しいよねって話したじゃないですか。した。音量とか音圧、わけわからん概念だなみたいな話したんですけど、うん、知ってる人教えてくださいって言ったら、結構いろんな人からお便りとか DM 来ましたね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか皆さんすごい詳しくて、4、5人いただいたんですけど、言ってることは大体同じで、マイクとオーディオインターフェースはそんなもんで十分っていう話だったんですよ。うんうん、で、あとはもう編集の問題で、オーダーシティなり、その他の編集ソフトの、あれをああするといいですよみたいなアドバイスくれて、で、大体みんな同じこと言ってましたね。うんうん、具体的には何が、僕たちはどうなっててどうしたらよかったんですか？その辺がね、うん、そんなざっくりわかるようなもんじゃなくて、書いてあることを言われるままにやったら良くなったっていうね。渋い顔してる。なんで今教えてよそれ。いや、よくわかんないのよ。例えばノーマライズとかさ、はい、コンプレッサーとかさ、いろんなエフェクトあるじゃん、はい、あれをもっとこうするといいっていう具体的なアドバイスを皆さんがいただいて、はい、じゃあノーマライズって何なのっていうのはわかんないじゃないですか。音量ちっちゃいのを上げて大きいのを下げて平たくする。もうそれコンプレッサーじゃないですかみたいな。コンプレッサーもそんな感じじゃないですか。コンプレッサーは大きいのをちっちゃくしてちっちゃいのを上げて、同じでしょ、同じでしょ、それみたいなね。その機能の中身よく分かんないんだけど、こうすれば良くなりますよっていうのをその通りにしたら、はい、なんか良くなった気がするんですよ。ノーマライズはオーディオファイルの始めから終わりまでをスキャンして音量の最大値を検出する必要があるため、リアルタイム処理はできません。まあまあ分からないじゃないですか。分からん。なので相変わらずその中身は分からないけど、言われた通りにしたら結果的に良くなったっていうのが今ですね。ああ、ご連絡くださった皆さんありがとうございます。ありがとうございます。どんな人からいろいろ来たんですか？あのね、例えばラジオネーム双方さん、この方はプロの音楽家でしたね。うん。あともう一人、ラジオネームノムソンさん、この人もプロの音楽家。音楽家って僕ブレーメンぐらいでしか聞いたことないんだけど、もしくはワンピースでしか聞いたことないんだけど、音楽家普通に曲を作ってる人みたいですね。へえ。あの J-POP の楽曲提供やとか書いてあってすげえなっていう。ほんまもんや。プロ中のプロじゃないですかね。あとね、 DJ をされてるスーパーアイドルさん。はい。あとラジオネームあずまさん、この方はね、実はポッドキャストをやってて最近、うん、イメージキャストっていうね。で、僕この人にあのポッドキャストやるになったってのアドバイスしたんですよ。教えられてんじゃん。ほんとつい 2,3 ヶ月前に、うん、いや、ポッドキャスト始め方なんですけど、こうするといいですよっていうアドバイスしたですけど、そのすぐ後にいろいろ教えてもらいましたね。ありがとうございました。ありがとうございます。持ちつ持たれつということでね。イメージキャストというポッドキャストやってるあずまさんです。皆さん聞いてみてください。面白いです。あと僕の方には iOS エンジニアの堤秀一さんからいろいろなアドバイスもいただきましたね。すごいですね。割とその道のプロの方にちゃんとしたことを教えていただいて。え、もう一回言うと、僕たちは何だったんですか？何が問題だったんですか？もともと音ちっちゃかったんですよね、なぜか。それはあれですね、僕らが例えばオーダーシティとかそういった編集ソフトの全ての機能を理解してないんですよ、うん、なんとなくググってコンプレッサーぐらいやっとくかレベルじゃないですか。やってましたね。うん、うん、分かりやすいやつを。でもああいうのをやるにしても順番があると。例えばノーマライズやってからコンプレッサーやって、でノイズを取った後にまたコンプレッサーやるといいみたいな、結構それぞれ順番があるみたいなんですよね。へえ。で、割と皆さんが言ってるような順番でやってみたら、あ、いい感じになるなっていう。なんかあれだな、なるみさん全部ふわっとしてるのは多分どうなっててどうしたら良くなったのか分かってねえな、この人。まあ、なんで飛行機が飛ぶのかとかさ、なんで CD 再生できるのかとか分かんないじゃん。いや、でも再生ボタンを押したら流れるからみたいな、そういうレベルよ。それさ、でも僕たち CD 作ってる人がさ、それ言っちゃダメじゃない？僕らは CD 作る工場の人じゃないから分かんないのよ。そうなんだ。うん。CD 聞いてるだけならさ、うん、こう。でもさ、なんでだろうと、オーダーシティとかのコンプレッサーとかのさ、ググって見てみるとさ、使ってる人じゃんだって僕。理解するの無理じゃない？いや、音の波長とかさ、はい。なんかもう違う領域に行ってるじゃん、ちょっと。うん。無理なのかな？まあ、僕は無理でしたけど。いや、俺も無理、あれは無理。なるみさん比較的あの何らか書物を見て自分の知識を得るっていうの得意じゃないですか。でもなんか、なんだろう、完全音の世界ってさ、うん、用語からして何っていうか全然わかんないね。じゃあ
あの、いっぱいアドバイスもらったの分かってなかったんだ。分かってない。何言ってるか。いや、皆さん本当丁寧に教えてくれて、設定画面のスクショとかも送ってくれてさ。はい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 。すごい分かりやすくて。はい。ありがたい。分かりやすいゆえにスクショのままやってます。本質的に理解してないんですよ。はいはい。いやでもね、結果ね。結果本当皆さんおかげで助かりまして。あの、後ほど記念品を送りますので、どんぐりグッズを。皆さんね、いっぱい送ってくれて。はい、ラジオネーム、双方さん、ノムソンさん、アズマさん、スーパーイローさん、ありがとうございます。ありがとうございます。おかげさまで、どんぐり FM は皆さんに支えられて、はい、音がだんだん良くなっているのかな。あ、でも昔と聞き比べると結構違いますよね。昔はさ、だって何も書いてないじゃん。今、セブ島にいます。どんぐり FM。 はい、ここでお便りが来ております。読んでもいいですか？お願いします。ラジオネーム奥多摩で58センチさん、東京都の方です。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもニコニコしながら聞いてます。水道水の話が出てますが、せっかくならブリータとか使うか、夜のうちに沸騰させて朝飲むとか工夫してみてください。夏目具さんの家だと配管とか若干心配なのでアドバイスです。緊急事態宣言あげたらまた飲みましょう。ラジオネーム奥多摩で58センチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい。水ね、これ僕が水道水ガンガン飲みますよっていう話した後にいただいたお便りですね。うんうん。ブリタってあれでしょ、透明の容器かなんかで、それに水入れておくとちょっと綺麗になるみたいな。そうですそうです。浄水器、浄水ポットっていうのかな、ポット型の浄水器みたいなやつだよね、うん、多分ね。そう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 。まあそういうのもいいよね。なんか冷蔵庫入れておくと冷えるし、夜のうちに沸騰させて朝飲むとか、丁寧でいいっすね。ここで言うのはあれか、なんだろう、水道局はいい水流してるけど、ビルに入ってくるときにそのビルのサビとかがあるかもねとか、そういうことっすよね。そうだね。ビルの古さとかによって貯水タンクが古いとか、はいはい、なんかそういうのあるかもしれないですね。蔵が汚れてるとか、まああるかもしれないよね。はいはい。僕は素直太郎を最近提言しており、素直で生きようと思ってるので、うん、ブリタを買いました。早いじゃん。はい。おう。で飲んでおります。どうなん、味違うの？わかりません。気分の問題だよね。でも50年後の僕がこれでよかったって言うかもしれないです。ちなみにブリタンにして最初の3日間はお腹ずっと下してました。もうわかんないな、そうなるとね。なんかさ、ブリタンに変なゲージついてて赤い色が緑になるみたいな、そういうのないの？わかりやすいなんかみたい。ないないのか。なんか最初2回ぐらいは1回飲まずに捨ててね、そっから飲んでいいよって言われて、その通りにやったら最初3日間ぐらいはお腹下してました。どっちがいいんだそれ。でもそれからはもう快適に、うん、いやー、でもあれかな、水道水との比較はよくわからんのですが、うん、ペットボトルとの比較はもうゴミが減った。まあそりゃそうだよな、今まで1日 2,3 本飲むわけでしょ。うん。で週に1回かな、資源ゴミで僕40リットル2つ分ぐらいのペットボトル捨ててたんですけど。じゃあまあめちゃめちゃ環境にいいからよかったじゃん。うん、あんまり僕環境に興味ねえからな。まあでも最近環境結構大事よ。そっか、世の中の機運的にさ。そんな興味ねえからなとか言っちゃダメ。まあいいんだけど、圧が強いよね。強い。スルーしてきてる。コンビニのビニール袋とか、あとあれかな、ストローとかも最近使わないようになってきたよね。はいはい。この1年ぐらい、ね、それで、はい、前回そんな話もしましたが、僕は今これも使い捨てストローで飲んでおります。ブリタのお水を今飲みます。うん、はあ、うまい。最近コンビニのコーヒーとかもストローじゃなくてそのまま飲めるような蓋になって。あ、そうですね。それはいい気がする。でも僕ね、このブリタというか、なんていうの、水道水にして飲む量減りました。良きか悪きか、悪きだと思う。なんで？なんかペットボトルだと達成感、あと半分だな、飲んじゃおう。よし、ペットボトルに移し替えれんじゃないの、飲むとき。天才。いやでも違う違う違う、あのイロハスみたいな 500ml ってのとりあえずずっと使えばいいんじゃないですか、洗いながら。いやいやいや、こうね、達成感、1日経った後に机の上にもう7、8個ゴロゴロペットボトルがあると、いやー飲んだね今日はっていう。まあそれ飲みすぎだからちょうどよくなったんじゃないの。そっか、はい、1日 2,3 リットルっていうよね、水はね。そうですね、もっと全然めちゃくちゃ飲んでたかな、5リットルぐらい飲んでた。この奥多摩の58センチさん、緊急事態宣言開けたらまた飲みましょうって言ってるけど、飲み友達がなんかすか、うん、ですかね。ここずっと引っかかってたんだけど。うん、ですかね。緊急事態前に飲んだのかなと思って。うん、そんかもしれないです。58センチって何のことなんだろうな。わかる人にはわかるメッセージを込められてますね。はい、うん、奥多摩の58センチさん、ありがとうございました。ありがとうございます。